皆さん、こんにちは。おはこんばんちは。ということで、まあ、いつ見るかわかんないからね。ということで、今日やることは何かと言いますと、自分は激辛が好きなんで、こういうのをやってみようかなと思って。じゃーん。リーカレー、辛さ20倍。これを、標準な量のご飯にかけて食べてみようと思います。動画ね、編集しない人だから、じゃあ、もう早速、ドバッとかけちゃうよ。今ね、これね、撮ってる時間ね、午前2時40分ですね。いやー、なんでこんな時間にってね。お腹空いちゃってさ、俺がこれ平然と食べれたらすごいと思わない？思いませんか？かけるよ。これちょっとスプーンとかして。さあ、久しぶりに食べるんだよね、これね。いいね、ドバドバかけてるよ。よいしょ。もったいないからね、最後まで絞っちゃって、ね、うん、すでに美味しい。うん、全然美味しい。うん、ね、こんな感じでかけました。ちょっと温めるね。ここに捨てて、ルルルルル。あともう1分経ってるね。温めるよ、ちょっとこれを。なんかあれだね、移しとこうかな。ちょっと電子レンジ入れるまで。よいしょ、よいしょ。なんかね、取り替えたと思われるのはちょっと嫌なので、さっきね、ご飯ね、ちょっと常温に戻したやつだからね、これで多分ちょうどいいかな。トゥ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 。何が出るかなってね、別にこれが出てくるだけなんだけどね。これである意味何分でこれ食えたらすごいかって感じなんだけど、動画編集しないから、そうだな、5分で食い終わったらこれちょうどいいのかな。そろそろ来るね。いやー、楽しみね、これ。楽しみ。楽しみだよ。茹でてきた。よいしょ、元の位置に戻して。よいしょ、元の位置に戻してた。元の位置に戻して、オッケー。じゃあ、食べるか。よいしょ。じゃあ、早速、腹も減ってるんで。いただきまーす。美味しそうだね。色はね、そんなに赤くないんだよ、これ。ほら、リーカレーさんはね、コクの塊だからね。いただきまーす。あ、美味しい。ここにこう、これ食べてますよって感じでこう立てとく。見えてっかな。入ってるのかこれ、うん。じゃあどんどん食べてくよ、時間ないから。編集しろやって話だけどね。俺そういうのできない人だからさ。あ、うめえ。ご飯の量正確に 150g にしてるから。ご飯の量多くしちゃうとさ、ある意味不正感ない？なんか辛さごまかせるよね、ご飯足しちゃうと。あ、うめ。うん、うめ。ルーだけ食べてるし。うん。うん。あ、うめこれ。
しぶり、ちょっと贅沢。体が温かくなってきた。なんかいつもさ、リーカレー食べるときってさ、耳のこの辺がね、リンパなのかな、リンパがすごい張ってくるのよ。流れが良くなってきて、普段代謝がそんなに自分良くないんだけど、これぐらいね、これ食べるとめちゃくちゃ代謝良くなるんだよね。俺ね、大食いだからさ、食べるのも早いんだよね。この平然と食べる感じね、とくとご覧あれって感じ。ぜひともいろんな人に見てもらいたい。うまく最後一口だけ残したいな、これ。もう終わるよ。うますぎて皿を舐めたいくらいだけどさ、それをやっちゃうとさ、はい、ラスト一口、ね、皿舐め回したらよくないじゃん。じゃあいただきます。きれいにルーを取りたい。ごちそうさまでした。おいしい、美味しかった。一回も水飲みませんでした。あ、うまかった。これね、前にね、俺ね、辛さ30倍にプラス15倍にできるソースのついてるやつ食べたことあって、辛さ45倍で食べたことがあるんだけど、それは結構辛かった。これは一回も止まらずに食べれる感じ。米粒が後から来る。美味しかった。ということで、皆さん、このグリコさんのリーカレー辛さ20倍挑戦してみてね。ってことで、よいしょ、止めちゃうよ。